今日台湾から帰ってきたんだけど、和みになれば。4日間の日程で個人旅行だったんだけど、本当に、本当に、新日でびっくりした。コンビニで売ってるもの、デパートで売ってるものなど、日本の商品がすごく多い。パッケージなんかも日本語で、裏を見ると台湾語で書いてある。看板も日本語が添えてあったりで、昔行った時は日本人観光客が多いからなんだなぁと思ってたけど、あれは多分違うな。日本人が英語やフランス語を添えるみたいな感覚で使ってるっぽい。あといろんなところに日本頑張れって書いてあったり、イベントやってたりで、台湾の人たちが書いたメッセージ読みながら思わず涙が出そうになった。被災地の人に伝わるといいな。それから演歌の CD をかけてたタクシーの運転手さん、9分まで乗ったけどぼったくられることもなく、普通よりかなり安い金額で乗せてもらった上、途中屋台の肉団子や大判焼きを次々に買ってきては食べさせてくれた。帰りと翌日の空港までも頼んだら、またしてもパイナップルケーキや地元で人気の麺を買ってきてくれた。おまけに空港で降ろしてもらうとき、お土産だよってクッキー一袋までもらってしまった。日本人が好きみたいだったけど、商売になってるのか心配になったよ。